はい、今日の一品です。今日は山芋を使って今日の一品を作っていきたいと思います。まずは皮を剥いて、滑りやすいので気をつけながら皮を剥いてください。皮を剥いたらさっと一洗いして輪切りにしていきます。これを多めのごま油で炒めていきます。ここに塩を軽く振って両面こんがりと焼き目をつけていきましょう。いい感じの色になってきました。ここでボウルに移してごま油をたっぷりと絡ませて、ここに青のりを振りかけていきます。たっぷりのごま油に青のりが染み込んでいい香りがしてきます。一つ味見をしてから、あとは塩で調整してください。あとはカップに入れて完成です。のり塩山芋お弁当にどうぞ。